皆さんこんにちは、片桐さきです。さあ、今日はですね、神社やお寺でもらったお守りやお札の扱い方ですとか、パワーアップする裏技、有効活用法についてお伝えしたいと思います。これかなりですね、重要な情報をちょっとお伝えしたくないなって思うような情報も含んでますので、ぜひね、最後までご覧ください。ちょっとびっくりしたんですけど、お守りについてね、全然分かってない方が多くてびっくりしたので、ちょっと皆さんにね、ご説明したいと思います。神社でお守りをね、もらうと思うんですけれども、常識的なことではありますが、1年間有効です。1年間経っちゃうと、だんだんお守りさんとかお札さんもパワーが減ってきますので、1年間守っていただけます。ただですね、これね、例外として、1年以上、もう永久的にね、パワーがあるお守りさんがあるんですよ。私前にね、1年だと思って返しちゃったことがあったんですけど、これがね、後で聞いたらね、ずっと持ってて大丈夫なやつでね、なかなか行くのが難しい場所だったんですね。しまったと思ったことがあったんですよね。なんでね、これはね、神社にね、確認をしてください。ほとんど9割8分ぐらいはもう1年間なんですけれども、一部ね、例外があります。で、天照大神様のお守りは永久的です。なので私もね、お札もね、永久的で、これちゃんとね、社務所にお電話して確認してるんですよ。なのでね、天照大神様のね、伊勢神宮のお守りはね、私ずっと持ってるんですね。何年もお札もそうですけれども、なんでこれはね、ぜひ一度ね、確認をしていただきたいと思います。で、もちろんね、その神社自体にお返しするのが一番ですけれども、できなければね、近所の、神社でしたら神社、お寺さんでしたらお寺さんにお返しするということです。そこちゃんとね、分けた方がいいですね。で、このお守りね、基本的にはね、神棚に私並べてあります。神棚がありまして、その近くに白い棚がありますので、そこにね、私の場合は半紙を置いて、その半紙の上にお守りさんを並べてるって感じです。直接置くよりもね、白い布ですとか半紙に置くといいです。習字する時のような半紙ってね、多分100均とかでも売ってると思いますので、それをね、買っていただくといいと思いますけれども、で、実際ね、お守りさんでよく持ち歩くっていうふうに言いますけど、本当に置いてるだけだとあんまりね、身につけなきゃいけないですよね。で、私の場合本当にコロナ禍でほぼ出かけないようにしてるので、家にいるんですけど、家にいても私ずっと身につけてるんですよ。できるだけね。家にいてもポッケがあるときは、もうポッケの両ポッケにね、4、5個は入ってるんですよね。今日はこのお守りさんにしようかなって、その日の感覚でね、どのお守りさんにしようかなって感じでね、ポッケに入れてるんですよ。やっぱりその身につけるっていうのが大事だと思うので、もちろん家にいるのでね、近くに神様いらっしゃるんですけれども、なんですけど、一応ポッケに入れたりもしています。で、あとね、これかなり私やってみてね、試しにやってみたらすごい効果があったのがね、これちょっと教えたくないぐらいの情報なんですけど、寝る時に枕元に置くんですよ。でね、場合によっては私寝るときに、握りながら寝てたりですとか、パジャマのポッケに入れてたりするんですけど、ただちょっとパジャマのポッケに入れとくと、神様もね、寝返り打ったときに、痛い痛いってなるとかわいそうですので、枕元がいいんじゃないかなと思いますけれども、すごいね、寝てる間にね、夢見心地が違うんですよね。ぐんぐんエネルギーが入ってくるっていう感じなんですよ。で、これ一回ね、すごい、いろんな神様いらっしゃるので、私もいろんなね、種類の神様のお守り持ってるんですね。もちろん、仕事運ですとか、金運ですとか健康運ですとか、恋愛運ですとか、様々なね、種類の神様もかなりほぼ網羅してるみたいな、ちょっとかぶってるんですけれども、かぶっていくつもあるみたいな感じでね、あるんですよ。強運お守りもあれば、豪運お守りもあるみたいなね、あと厄除けとかいろんなのがあるんですけれども、でね、ちょっとね、強い神様いらっしゃるじゃないですか。勝負運ですとか、もうここぞという時の神様ですとか、そういうのを枕元に置いとくとね、ちょっとかなりパワーが強すぎてね、脳が活性化しちゃったのかね、感化っていうかね、もうパワーがね、アップしちゃって、ちょっと眠れなかった時があったんですよ。寝にくくなっちゃった時があったんで、寝る時はやっぱりリラックスをして、ちょっと力を抜く感じになりますので、ちょっと強力すぎる神様だと寝にくいかもしれないです。でもだんだんね、私もその強い神様も最初寝れなかったんですけど、だんだんね、慣れてきましてね、枕元に置いてても寝れるようになりました。もう本当に私ね、すごいことになってますよ。寝るときにね、お守りさんに四面楚歌的な感じになってますし、パワーストーンとかもあるんですけど、めっちゃ開運の寝方をしてますので、寝るときってすごい、前にもね、YouTube でもお話ししてますけど、寝るのってめっちゃスピリチュアルのパワー吸収する、めっちゃパワーチャージの大事な時なので、もちろん素材とか色にもこだわってるんですよ。枕カバーとかね、私のパジャマとかのね、めちゃくちゃこだわってます。もちろん寝具もこだわってるんですけど、睡眠中に開運する色や素材についてはオンラインプログラムでご説明してますので、ぜひ概要欄から見てみてください。なんでね、ぜひね、皆さん、せっかくお守りがあるんでしたら、枕元に置いてみてください。もう私ちょっとね、ほんと何個並べてんだぐらいにね、お守りさん並べてますね、本当に。っていうかもう置ききれないので、お守りさん置き場に。だからいつも何個かは必ずポッケに入れてるんですけれども、入りきらないからね。そう。だからぜひ皆さんもそれはね、身につけないと意味がないですよ。もしお出かけしてる時にお家にお守りさんいたってお家じゃちょっと通り過ぎるじゃないですか。だから一緒に持ってってあげないとどうしようもないですので、常に持ってってあげるようにしてください。できればね、ポッケで。でも、コロナ禍なのでね、私はいつもすごくね、お守りさん入れに入れた上に、さらにビニールの入れ物に入れて、絶対にコロナに当たらないようにお守りさんを対策してます。で、最悪ちょっとね、もしかしたらコロナのね、ウイルス、なんかかかっちゃったかなと思ったら申し訳ないけど、お守りさん除菌してますので、除菌スプレーで申し訳ありませんって除菌スプレーさせていただいてますので、それはね、神様許してくださるんじゃないかと私は思っております。ということで、ぜひね、お守りさんね、本当パワーありますので、もう触ったりとか、寝るとね、パワーがね、わかりますよ。何もない時の睡眠と違うので、ぜひね、やってみてください。あとやっぱりできる方はですね、ちゃんと神棚に、3つ、私はちょっと今4つね、お札がありますけれども、並び方とかもネットに載ってますし、私は毎朝必ずご挨拶してますのでね、そうすると本当にね、なんかね、いいと思います。本当神様と毎日お話ししてるような感じになってますので、今日はこんなで、みたいな。あと、昨日はこんなでありがとうございましたとか。で、前にね、なんかすごいちょっとどうしようかなって悩んでることがあって、朝のお参りをね、神様にした後に、すぐインスピレーションでね、分かって答えが分かった時があったんですよ。あ、こうすりゃいいのかと思ってね。そういうので絶対神様が教えてくださってるんですよね。ご挨拶した直後だったし、さらに。だから今ちょっと悩んでたことを質問してたから、どうしようって神様、結構神様に私、相談してる時があるんですよね。普通になんかね、普通にお話ししてて相談みたいな時があって、なんか、そう、でもほら、神様だったら絶対ね、素晴らしい存在ですので、下手にそこらの人に相談するよりもいいと思うんですよ。いい答えをいただけるでしょうし、そうしたらね、なんかすぐにね、直感で教えてくださったことがあったんで、ひらめいたんですよ。あ、こうかと思って。っていうことがありますので、ぜひね、神様にご挨拶をしたりとか、神様は本当によく見てらっしゃいますし、神様は本当にパワーをね、持ってで、いつも守ってくださいますので、ぜひ、お守りさんやね、お札さんとかも大事に活用してみてください。今私はですね、6月10日は今年最後の開運日ということでね、ちょっとセカンドチャンネルやろうと思ってますので、前にね、ちょっと Vlog でやろうかなって言ってたんですけど、旅をしながら開運するというテーマでね、かなり今までとガラッと変わった内容をしようかなと思ってます。もうめっちゃ私が顔出しでめっちゃ歩きまくって喋りまくってますし、普通に街中とかね、いろいろホテルとかいろんなところをね、旅行とかしながらね、皆さんにご覧いただきながら、さらにちょっと開運も掛け合わせてやろうかなと思ってるので、ぜひね、全く今までと違う感じになると思いますので、楽しみにしていてください。ちょっとまだまだ、完全オープンには先になりますけど、とりあえずせっかくのね、6月10日の開運日には、チャンネルだけね、アカウントだけ作っちゃうと思いますので、その日にアクションするのが大事ですのでね、ぜひ皆さんも何か始めたいことがあれば、6月10日、もう最後のチャンスですので、始めてみてください。それではまたぜひご覧ください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 See you next time!